頼りにしてくれていいぜ、エリザベスちゃん。頑張りましょう、マークちゃん。私はここら辺らしいな。見てください。間違いない、死者の都だ。あの中の誰かの思いがここへの道を。だから逃げられると思ってる。マジでキングなのか。そう言ったろ。うんじゃ、遠慮なくぶん殴る。うんじゃ、行くぜ。それじゃあ始めようか。Yeah!
戦ってことやねえな。そうやってよく君に小づかれたよね、昔はさ。その昔のお礼参りに俺たち、え、俺の前に現れ、オイラだってできるならこんな気持ちでバンと再会したくなかったよ。10年前、王国転覆疑惑で王と追われ行く当てをなくしたオイラは故郷へ戻った。でも戻って目にしたのは見る影もなく無残に焼き尽くされた故郷。7つの滞在で君と一緒にいた頃は特別気にしてなかった。なぜ人間の君が不死身なのかなんて。まさか聖女を殺して飲んだ泉の力だったとはね。てめえなぜあの女のことを知ってる。君が殺した聖女、エレインはオイラの妹だ。最後に懺悔の一言があるのなら聞いてあげるよ。ほんと言ってみよう。もう二人ともどこ行っちゃったの？メリオダス様？なんか来たな。誰？はじめまして。聖騎士ギーラと申します。死んできました。今死んできたって言った？つかこの姉ちゃんやべえんじゃねえの？本気でやばい。ホーク、エリザベスを連れてできるだけ遠くに逃げるんだ。それは無理でしょうね。さーて、やりますか。さあ、いつでもどうぞ。キラーマイン！キラーマイン！なるほど、これがあなた方の魔力。さあ、二人とももっと頑張って、私を満足させてください。
ください。あんたも聞いたよね。確かめてみる。準備はできてるな。見えてるんじゃねえのかよ。その声は本当にエレイン、オイラだよ。わかるだろう。バン、どうして来てくれたの？別に、一言言いに来ただけだっつの。いつか必ずお前を奪う。ありがとう。オイラにはわからない。なぜ君から何もかも奪ったあの男をバンを許せる？あなたが思うような人じゃないわ。これが伝説の騎士だ。所詮伝説とは幻想に過ぎないのでしょうか。おいおい、何の真似だキング。見ればわかるだろう。助けに来たのさ。助けにね。そりゃどう。どういたしまして。団長とディアンヌのためだもん。そうだね。あとは君を思う妹のためさ。あなたの裏切りは想定内ではありました。が、やはり残念です。グリズリーシーンキング、その発言は想定外だね。オイラは花から王国聖騎士の仲間になったつもりはないよ。それじゃあ始めようか。さーて、やりますか。さあ、いつでもどうぞ。気を抜くなよ。やっはぁ、ほら、こっちからやべー。ほら、おやおや、大活躍ですな。やばい、こっちから行くよ。やキラーマイン、無駄だよ。今すぐ戻った。行くぜ。
こんなもんだな。ギーラの気配が消えた。おそらく今の衝撃で元の世界に戻ったのね。死者の都が本来ここにいるべきではない。あなたたちを拒絶し始めたようね。会えてよかったバン。またなエレイン。ありがとう兄さん。バンをエレイン。元の世界に戻ったようだな。よかったね、お兄ちゃんたち。会いたい人に会えて。ちゃんと思いを伝えられ。この日の大罪を見たと話した。あの辺り大罪を倒す。聞いてなかった。この子は団長とどんな関係なの？王国の王女様だ。聖騎士から王国を救うため俺らを必要としてんだよ。お、王女様？それを早く言ってよ。七つの大罪、グリズリー神のキングです。以後、お見知りおきを。王女様とは知らず、死者の都での非礼、お許しください。そんなこと。あの、それよりそんなに緊張しないで、もっと肩の力を抜いてください。はあ、そういうことなら。はあ、久々で肩凝った。よーし、それじゃ出発するぞ。神器、聖騎士、欲しい情報はいくらでもある。噂が飛び交っていそうな場所の情報を集めるとするか。ちった役に立てよ。それを君に言われたくはないな。を目指すにはまず砦を抜ける必要があるよ。なんか面白い噂でもねえかな。怖い。誰か奴らの相手をしやがれ。
はあの3人とも売っちゃった。取られちゃう。おりゅ7つの大罪結成時にどっちにしろ相手してやるか。